さあ佐々木浩がベールを脱ぎます。どちら先に行くか、前に行った、捕まえに行った、 MMA ルールパンドに行く、どうか、手札を取ったのは佐々木。そうですね、佐々木くんは最初からバー組みましたね。またパンドに行こうとする、残り10秒、残り10秒、ミドルから右オーバーハンドを捉えてはいるかどうか、また足を取りに行った。 MMA で行こうとするのが佐々木くん、ここで1分間のボンガーが響きました。延長戦が残されています。30秒の延長戦に入ります。さあ延長戦30秒間打っていった、ああ下下下に見えました。どうか、これダウン取られてますね。今ゆうこさんキック入りましたか。佐々木が以上同点に応じて勝者テル選手、判定5対0延長戦を制したのがテルでした。勝利したテル選手には佐々木くん難しいね、10秒、ね、10秒むずいね、むずいな、あれされる、あれされるときついな、はい、しっかり首抱えて対策してきた、してきました。あのテル君強かったね、打撃が、うん、いや、くそちゃんと練習しないとダメだな、これはそうまたやろうよ、思いっきり。そうです、テル君すごいわ。いやいや全然強いわ。いやいやおめでとうございます。いやありがとうございます。いや強かったっすね。いやなんか、まあ、ジョリー君もだけどなんか強くなってますね。なんか毎試合成長を見せてくれるなっていう、本当にありがとうございます。いやすごいっすね。でも最後の30秒、はい、マジでなんか気持ちが強かったっすね。もうあ本当ですか、よっしゃって感じだったっす。延長なんてサスキ君もどつきはやっぱしてきてくれたんで、やっぱめっちゃやっぱ男やなと思いましたね。次は誰をターゲットに。いやなんか、いやこれリアルな話したらもう、まあ、飯田さん。おー確かに見たいかもしれない。飯田さんぐらいしかいてなくて、もし飯田さんできなかったらちょっとひな壇の価値が、こんなん言っちゃ悪いですけど薄れてんなと思って、あの試合でブレイキングダウン出てない人もひな壇座ってるんで、その今ひな壇に座りたいっていうのがないんですよ。あーそうか、だからオーディション出て飯田さん、はい、それ見たいかもしれないですね、はい、飯田さんとならやりたいですね。勝ち続けてるしね、うん、ちょっとわがまま言わせてもらうと。僕も見たいです。あ本当ですか。そうですね、だから飯田さんと健之介さん両方仲良くさせてもらってるからあんま言えないですけど、はい、僕は次飯田さんとやりたいです。楽しみにします。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。